おはようございます、下國伸です。皆さんは春を感じていますか？まだという方は大丈夫。今日ご紹介するレシピできっと春の訪れを感じると思います。作るのは季節野菜でワンパンもみもみボンゴレビアンコです。材料はこちら、わかめとアサリの旨味がたっぷり入ったソースとシャキッとした菜の花、旬の食材を取り入れた一品です。まずはアサリを塩水につけて30分ほど砂抜きをします。菜の花は根元の硬い部分を切り落とします。食べやすいサイズ感にカットしてあげましょうか。でこれは最後、パスタを茹でるときに一緒に茹でるみたいなイメージで最後使います。生わかめを一口サイズにします。すりおろしたニンニク、鷹の爪、オリーブオイルをフライパンに入れ、ニンニクがきつね色になる手前まで弱火で炒めます。まだこの後焼く作業がもうちょっとあるので、もうギリギリまで攻めてしまうとちょっとニンニクの焦げた感じが少しついちゃうかなと思うので、軽く色づいてるかなくらい、今回はこのぐらいでもう止めてあげて、でそこに生わかめをこれ焼いていきます。あとわかめ水分結構持ってるんで多分跳ねると思うんですよね。なのでちょっと蓋しちゃいましょうか。中火でわかめを香ばしく焼きます。加熱することで磯の旨味が凝縮され、わかめならではの美味しさが引き立ちます。火を止めてから鷹の爪を取り除き、わかめを別の容器に移します。続いてフライパンにアサリと白ワインを入れ、蓋をしてから酒蒸しします。加熱しすぎないようにアサリが開いたらすぐ取り出しましょう。エキサ全部入れてあげて、この白ワインとアサリから出た出汁、これが今、フライパンには残っている感じですね。昆布水を加えてあげて沸騰させてあげましょうか。ここでポイント。今まで使った蓋に油がたくさんついていますよね。その油はニンニク、鷹の爪、わかめなどの旨味がたっぷり入っているので、残さずフライパンに戻しましょう。沸騰したらパスタを茹でます。最初は強火で OK です。今6分とりあえずタイマーかけます。1分後残してパスタがほぐれてきたら、火加減を下げます。ギリギリ沸騰している温度帯保ちましょう。パスタの茹で汁をソースとして使うので、水分を完全に蒸発させないことがポイント。茹でている間ソースを作りましょう。盛り付け用のアサリを少し残して、他は貝殻から外し、わかめと一緒に保存袋に入れます。アサリを半分潰しながら揉み合わせます。茹で時間が残り1分になったら、先ほど刻んだ菜の花、これも全部入れちゃいますよ。ガンガンと強火、そして1分間、菜の花に火を入れつつ、麺の仕入れもしつつ1分間この状態を保ちましょう。茹で汁にとろみがつくまで茹でましょう。オリーブオイルを少しかけたら、パスタを茹で汁ごとソースと同じ袋に入れて、ソースが全体にまとわりつくまでもみもみします。お皿に盛り付けて、ワンパンもみもみボンゴレビアンコの完成です。ではいただきます。この焼いたわかめの香りがぐーっと凝縮した旨味になっている。オイルにしっかりその香りを移しているので、パスタ全体がその磯の香りみたいなものがまとってくれてて、そのアサリもね、うまく溶け込んでくれてますよね、この中にね。本当に春の到来を感じれるものになっておりますので、皆さんもぜひお試しください。